はい、3階にやってきました。僕がね、一番おすすめするのはラーメンうなりのジェノバラーメンというのなんですけども、早速ちょっと行ってみましょう。これがラーメン滑走路ですね。もうオープンしてますね、ちょうど今10時になったというふうなところです。そのこれはね、福岡にね来る人は多分福岡空港使う人多いと思うんですけど、このラーメンうなりのジェノバラーメンは本当におすすめ。何それ、邪魔されたと思って食べてみてよっていう風な感じのやつです。もう入ってすぐですよ。あ、すごい並んでる。めちゃめちゃ並んでた。並びます。いやー、ラヌキ行ってきました。いや、めちゃめちゃうまかったですね。やっぱりね、ここのねペペ玉はね一番美味しいパスタだと思います。超楽さん博多本店もつ鍋行ってきました。めちゃめちゃうまかった。一人でも、入店できたし、12時ラストオーダーということで11時に入ったんですけど、心よく入店させてもらって、バッチリ堪能して、いや、めちゃめちゃ美味しかった。やっとなんか福岡らしいものを食えた。ここですね。平尾で食べてきて、ちょっと買い物に来てます。いや、食べてきました。いや、めちゃめちゃうまかったですね。やっぱ安定の長浜ラーメンという感じ。
なぎの木さんというところで、イカ、もう生きてるイカですよね、と、まあ、ごまさば、まあ、そして天草大王っていう地鶏かなの、まあ、手羽先食べて、最後小引きブルー飲んで、やめ抹茶のアイスも食べて、もう完璧でしたね。完璧に決めましたね。ちょっとね、博多もつ鍋前田屋さんっていうところちょっと通り過ぎたら結構良さげだったんで、ちょっと行ってみようかなと思います。まだ11時半だけど、ちょっと早めに